今日はですね、鬼ヶ島のアイアム野田くんが出てくれるということで、つい30秒ほど前にズームのアドレスを送ってみました。さあ、来てくれるでしょうか。ちょっとギリギリすぎたね。あ、出た、来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 た。もうやってるんですね、これ。はい、すいません。やってます。急に、すいません。トイレ行きました。ごめんごめん。俺もギリギリに送ったもんやから。ごめんね。はい、よろしくお願いします。ゲスト、お久しぶりです。アイアム野田さんです。はい、あの野田です。野田です、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりです。久しぶりやな。はい、金髪になってるやん。はい、ちょっとモテたくてすいません。まだモテたい。はい、モテるでしょ。もう今年43で、うん、もみあげの白髪と、前から来るハゲを、ちょっと隠す方法はないかっていうので、一回金髪に してみようっていうのもあって。だけどなんか、評判はいいです、周りの。あ、でも似合ってる。本当ですか。なんかその、おじさん感がもう抜け出せなかったんです、黒い。うんうん、そう、うん、一生懸命やってみて、はい。うん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 。なんかあれやな、ちょっと異国な感じがしていいな。嬉しいです。やっぱアイアム野田っていう名前だから、やっぱ国籍不明な感じしてめっちゃええ。最近はもうタイのトゥクトゥクの運転手とか、例えでよく言われます。ほんまやな、いろんな例え出てきそうやな。だって藤井さんとは結構もう長いですよね。だんまあちょい会ってないけど。全然会ってないね。ああ、だって20年前からライブ一緒でっしょ、ね。前のコンビの頃からやもんな。相当長いわ。そうですね。どうした？あと、そうだ、僕ん家の隣がちょっと、結構壁が薄くて、なんか、何回か壁ドーンってされたことあるんで、小声で話してもいいですか？だからあれ？防音のやつ貼ってんの？そうなんです、そうなんです、そうなんです。そうなんですよ。この時間だとちょっと厳しいんで、小声で、これぐらいでいいですか？あ、大丈夫、全然大丈夫。はい、あ、そうなんや。そうなんです、そうなんですよ。さっきさ、はい。俺、ツイッターで見たけど、まだ、俺の近所に住んでんねん。あ、そうですよ。この前、藤井さんに何年も借りてるギター返しに行ったじゃないですか。急にな、急に。はい、食パンとな。はい。あそこから3分ぐらいのところに住んでますよ。あ、本当？はい。じゃあ、ずっとそうなんやな。そうです。意外と合わないね。合わないしね。うん。タイガはしょっちゅう会う、タイガは、俺。タイガさんも東中野ですか？え、知らん？うちから歩いて15秒ぐらいのとこ住んでる。え、マジっすか？マジマジマジ。マジマジ。もう、我々もう長いですよね、ここら辺住むの。長いね。僕は15年です。長っ。はい。前は、長沢とかいたじゃないですか、うん、磁石の。長沢もいないの？もういないです。もう、長沢は、もう、ガンガン行っていいか。どっからどこ行きました。ガンガン言う。めっちゃ住所言うやん。その昔はユッティとかもな。あ、あれ？ユータさんってどこに住んでたんだ？ユッティ東中野住んでたよ。あ、え？あ、分かった。あれだ。大久保通りから斜めに入ってって、うん、あっちの、うんうんうん。めっちゃ言うやん。めっちゃ言うやん。坂下ってったとこだ。あ、そうだ。はい、わかりました。はい、いや、ユッティ、だって、ちょっと我がちこでプチブレイクしてから引っ越しやがったもん、あいつ。いや、そうですよ。うん、なんか、いいとこに引っ越しましたよね。はい、あ、そうなんや。知らない。どこに引っ越したの、ユッティは。まあ、人の優勝ガンガン言うやん。やめっちゃおもろいけど。いや、でも、今もそこに住んでるかどうかわからんもんな。それはな。うん、あ、いや、でもこれは聞いたんで、確実です、ね。確実です。確実。ユティのこと、ユータさんって呼ぶってもう限られてんもんな。あ、そうですね。うん、もう人力車の直の先輩なんで。先輩やからね。はい、そうやな。その中ではもうほんま東中野駅長いな。長いです。もう一番、もうみんないなくなったもんな。あれじゃない、オジオズボンの高松は今も住んでんじゃない？離婚してから、そうなんですかね。高松、
は見かけないな、住んでんのかな。あの総武線でその元の嫁さんと、うん、あの電車で立ちながらちょっとイチャイチャしてるのは見かけたことあります。それはもうあえて話しかけなかったです。はい、ちょっとイチャイ距離が近かったんで。イチャイチャすんなよ総武線。それ知ってる人に見られんなよあいつ、はい。最近はどうなの？あの恋はしてるの？最近ですか？うん。あ、そうですね。ちょっとあのこれも不思議な話で。僕あのちょっと説明長くなるけどいいですか？いやちょっとじゃあ先にこれ言わせてもらっていい、はい、昔な、もう10年とか前かもしれんけど、はい、なんかちょこちょこ定期的になライブで会ってる時に俺はもう野田に会うたんびに恋の話を聞くのが大好きで、ほんで大体月1ぐらいで会うからその都度展開があんねんな。はいはいはい、はい、今好きな子がいるんですよとか、はい、なんかデートできたんですよ、はい、付き合うことになったんですよ、はい、でもなんか向こうに好きな子ができてとかだんだんこう、はい韓流ドラマみたいに毎回展開があってんな。聞いてくれてた、はい、でも最近その会うことないからさ、それも聞くことがないから、はい、でちょっとごめん長くなる恋の話聞かせてもらっていいかな。いやまあこれはもう、うん、最初僕本当にもうこの緊急事態宣言の中で、うん、まあ、うんうんうん、彼女が3年ぐらいいなかったんです、うん、で寂しくってなんか本当に本当に緊急事態宣言中にずっと家にいて、うん、なんか本当にこう話せるパートナーみたいな、その、まあ、一人でもなんか毎日連絡できるような人が欲しいってめっちゃ思ったんです、うん、だからもう藤井さんとか結婚してらっしゃるから本当に羨ましかったんですよ、うん、本当に好きでしたね、うん、ずっと家族でいたのは確かに大きかったな、あの頃は。 それで、うん、絆の武田っていう僕の人力車の後輩、元残禅寺、残禅寺な、はい、あの未服の元相方や、未服エンターテインメントの、うんうん、はい、が、助けてくれて一緒に FM、うん、スタンド FM で、うん、アイアム野田さんに結婚してもらいたいラジオっていうのを今やってて、いいね、めっちゃいいと思う、はい、うん、でマッチングアプリとかも登録して、うんうん、なんか出会いがないかっていうのを探すラジオみたいなのを、うんうんうん、立ち上げて1ヶ月ぐらいで、うん、本当に僕がちょっと、うん、なんて言うんでしょうね、魔が差したっていうかね、それ魔が差したっていうか、ツイッターの DM にですね、リアル、はい、リアル、はい、なんか、まあ、別に僕のバイト、40過ぎてバイトやってる芸人を見た人が、うんうんうん、アメトークや。はい、バーはやってますかって来たんです、うん、はい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 、はい、うんうんうん、で、うん、やってなかったんでやってないですごめんなさい、うんうん、そうですか、で僕は寂しかったんでその時魔が差したので、まあね、うん、飲めるような、ね、世界になったらいいですねみたいなやり取りでした。、はい、でもうそうですよね、本当に飲みたいです、あお酒好きなんです、うん、すか好きなんです、あそうですか、何が好きですかって言ってんで僕も、いやすみません、魔が差し、ちょっとね、夕方ぐらいからちょっと飲みに行きます、うん、飲みに行ったんです。それ、はい、去年ぐらい、そうです、はい。うん、今年です、今年。最近、はい、はい、今年です、すみません、本当に魔が差してしまって、本当に。そうか、バイト辞めた芸人って、じゃあやってる芸人って、今年だったっけ、はい、1月の末ぐらいか、はい、うんうん、そこから、まあ、たまらん、たまらん。うん、ご飯行って、めっちゃハイボールすもんこれ。ご飯行って、うんうん、で、まあまあ、ね、まあ、うん、その、まあなんて言うでしょう、まあ、その、まあお店もは、ね、閉まるのも早いので、8時ぐらいだったんで。その頃ね、うんうんうん、うん、はい。どうする飲めますみたいなね。すいません、本当に申し訳ない。もう、横島の気持ちであれですけど、うん、はい。どうだいと、はい、どうだいっつったら、うん、いいんですかと、おはい、ならいいんですと、いいんですいいんです、はい、じゃあカビラジェイみたいになってるもいいんですかいいんですいいんですいうのでまあまあこううちに来てね、まあそのまあその壁の薄いの団地に、はい、壁の薄い僕ん家に来てね、小声で、うん、お酒を飲んでね、うん、はい、まあまあそのまあまあ、お泊まりしたんです。
まあまあ独身同士やからさ、はい、別に何の問題もないじゃん、はい、それはな、はいはい、それで、うん、で次の数日後に武田と一緒にラジオ撮るときに、うん、あのやっぱ僕これは隠せないと思ってそのあのやっぱいやそうやね、野田のいいところでも悪いところでもあんの、あの嘘つけないからね、はい、あの武田に隠れてこそこそなんかそういうことをやっといて、うん、なんかマッチングアプリとかで結婚したいっていうのはちょっと嘘だなと思ったんで、それはそうやな、それは野田らしくないわ、はいはい、申し訳ないっつって、うん、あのちょっと実は DM で会った子がいてっていうので、うんうんうん、まあ武田はその時笑ってくれたんです、うんうん、あまあまあいいんじゃないですか、うん、ってなって数日後に南川くんの YouTube になんか武田と一緒に出てくれって言われたんです僕、うん、はい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 、はいはい、な生配信で、そしたらもうあのなんか暴露大会みたいになりまして、で、武田がですね、まあまあ普通に僕がその DM で会ってる子がいるみたいなのがあって、うん、そのね、あの結婚してほしいラジオをやってるくせに、うん、あの DM でこそこそやってるんです、どうしようもないどうしようもないやつなんですよってなって、でちょっとやめてってもう本当にもうコメントも最悪最悪とかそういう嵐だったんですよ、でそのもう本当生放送生配信中に、うん、じゃあもう彼女にちょっと連絡してみてくださいみたいになって南、あいつ鬼やな南川、はい、連絡したら出てくれて、はい、ほうほうほう、でも普通に会話してて、でなんかその普通にどういうところあのなんかいい人なんですか、いい人ですって言ってくれたり彼女がっていう流れでもう付き合っちゃえばいいじゃないっつって、確かにな、うん、はい、それはありやと思う、でもそこでもう生配信中に告白して、おうおう、あのお付き合いすることになりはい、はい、それであの現在に至る、はい、もうちゃんとお付き合いして、おいい話やん別にそれ、はい、だからまあ DM ってだけど別に俺 DM 何にも間違ってないと思いますよ、ちゃんとちゃんと付き合ってますから、そう別に何にも別にさ、はい、だからよくないのはね、あのほら不倫とかそういうのはねよくないけど、はい、そうですね、あのねあの誰 だっけあのなんか袋みたいな、うん、袋みたいなね東袋みたいなのは君とこのグループ関係あるからさ言うとまた話変わってくるやろ、ややうん、またどういう思ってんのだ本当ですよ、少なからずそのせいもあって離婚してんのにな、いや本当ですよね、もう本当に、うん、とりあえず今はもう仲良くやってんの、あはい仲良くやらせてもらってます、へえすごいな、こ、はい、んな出会いもあんねやな、いやまあそうですね、本当にこうねなんかそうですね、背に腹変えられなかったですね、はい、背に腹変えられないってそこで使っていいのかどうか分からんけど、あでもまあ全然あの、うん、素敵な人なんで、はい、うん、いいじゃない、仲良くやってるならいいじゃん、はい、そういう感じです、そうか藤井さんに昔から結構そうやって話してたか、そうかそうですね、聞いてあれは聞いてたないろいろ、大体浮気されてる話じゃないですか、大体浮気されてるし、はい、あと好きになった相手がとんでもないやつだみたいなとかさ、ああ、うん、なんかいろいろありましたね、そうだそうだ、あそうやな、まああんまり深く言っちゃうとあれやけど、はい、とある先輩芸人の写真を週刊誌に打った女の子を好きになっちゃってみたいなね、うん、いやあれはもう本当 そちらの事務所にご迷惑をおかけして、なんで事務所言うねんそれもめっちゃ限られるやんほんならいやいやそこそこ、まあ、いろいろありましたね、あれはあれででも本気で好きやったわけやもんな、うん、そうです、まあ、ちゃんと付き合ってから別れてからそのいろんなね芸人さんとなんかこう、うん、出会うようになってってっていう話なんで、うん、もう別れてからも僕の前の彼女が誰それと遊んでるぞっていうのをすごい、あそうやったそうやった、はい、それこそ他に電話かかってきて、うん、もしかして今飲んでんのお前の元彼女かもしれないっつってで夜中に自転車で新宿まで行ってカラオケ行ったら彼女で頼むっつって、もう遊ぶのはいいけど同じ業界の人から責めないでっつって、いいところな、えちなみにそれは2人で飲んでたわけじゃないでしょ、いやなんか2人で飲もうとしてて、
でも話聞いてくうちに、親おかしいな、野田のもなんかもっと彼女っぽいなみたいな感じになって。よく気づいたね、そこでな。ああ、そうですね。だからその彼女も、その時当時の彼女も名前を変えていたんですね。はい、名前を変えて、この遊んでた。確信犯やん、そうだったらもう。はい、野田警察がいるんで。いや、まあいろいろ、いろんなことしてましたね。その子はもう結構、まあもう今はもう多分ね、結婚とかして落ち着いてるんでしょうけど、うん、その時はもういろんななんかエピソードとかもらいました、本当に。結構。結構えげつないことやられてましたね。何を代償にしてんねん、ほんま。歌舞伎町事件っていうのもありますからね。何歌舞伎町事件って。その、まあ、これはもう、あの、うん、お互い話してるんで、事故なんです。うん、まあ、二十歳ぐらいの話なんですけど、うん、まあ、僕は、その、付き合った子が、一緒に、僕が転がり込んで一緒に住んでたんですけど、その子は、二十歳ぐらいの子かな。うん、そしたら急に、その当時の、あの、チャップメン時代だったあの僕の相方の加藤健、うん、加藤健ね、うん、はい、から電話かかってきて、お前の彼女もしかしてユッティと浮気してるかもしれないって。え、そんなこと。で、その時住んでたんで、目の前にいたんで、彼女に、ユッティと浮気したの？してないよ。あ、だよね。いや、してないよ。あ、本当？みたいな感じになったんですよ。でもなんかもうね、なんか煙のね、立つところにみたいな、あるじゃないですか。火のないところに。火のないところか。煙は立つね。で、本当にしてないとか言って、ちょっと怪しい感じだったんで、うん、でもユッティは、あの、要は僕の彼女と知らずに合コンに行って。いや、そらそうやんな。知ってたら後輩の、そんなもん、はい、もうなんとか袋じゃないんだから。また出てきた。それはやんない。はい、はい、うん。ユッティは知らなかった。でも彼女は知ってたみたいな。でも、しょうがないじゃないですか。うん、それが、確信に変わったのは、うん、彼女が、うん、思い悩んで、北陽の伊藤さんにファンレターで、うん、私は、チャップメンの野田さんの彼女です。先日、ユッティと浮気をしてしまいました。どうしたらいいですかってなって。なんでそんなとこに相談するんだよ。なんかそういう風になったらしいですよ。で、伊藤ちゃんが、伊藤ちゃんがこの手紙来たけど、ユッティに連絡して、ユッティから僕は聞いたんで、それを彼女に言ったら、もう、あ、そうなんだっての、そうなんですって言って、めちゃくちゃ面白いな。いや、もう地獄です。ほんで、うん、初めて浮気されたから、生まれて初めて、僕も、うん、うわーってなって、どうしよう、でも、一回許そうと思ったんです。許一回もう。仏の野田が出た、仏の野田が。いや、でも初めて、生まれて初めて浮気されて、うん、もう傷ついて、でもこの一回許せば、うん、また幸せになるのかなと思って。ええ顔してるわ、はい。めちゃくちゃええ顔してる。はい、で、うん、もう許すから、うん、これからもよろしくね、つって。彼女も涙流しながら、ごめんなさい、もうしませんってなったんです。はいはいはい。で、はい、数ヶ月後ぐらいかな。うん、あ、怖い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 。あ、やめて、数ヶ月後とか。何言うの?あの、歌舞伎町にね、まあ普通にバカ爆走が新宿風っていうところにあったんで。出た。歌舞伎町事件の歌舞伎町。はい、歌舞伎町。その時に、柴田さん、アンタチも柴田さんと、まあ元クールズの森脇さんっていう、かっぷきのいい人と、あ、大河原と、僕、4人で歩いてたんです。あの、世事件で店長やってないかな。あ、そうです、そうです。うん、あの森脇さん、ね。で、歌舞伎町4人で歩いてたら、駒劇場って当時の、今の東宝。東宝シネマズな。はい、うん、のとこに、一休っていう居酒屋があったんです、昔。だね、そこの前で、僕の彼女が、他の男と腕組みながらくるくるしてたんです。その、なんかくるくるしてて見たことある人が、うん、はい、見たことある人がちょっとイチャイチャしてたんです、うんうん、で僕4人で歩いてたんですけど、うん、もう先輩とかも関係なく鼻息荒くなってそっちに向かってって、うん、そしたらもうそのさ、柴田さんも森脇さんも気づいた、どうしたどうしたって、うん、彼女がイチャイチャしてるって、やばいやばいっすよ、
で僕も興奮してるから、その子のその男の前に立って、でもやっぱ喧嘩は弱いんで、うん、何やってるんですかって敬語で怒って、そしたらなんだよってなって、いやいや俺はこの子の彼女なんだよって言ったんですよ。うんうん、そしたら向こうも、え俺の彼女だよ。ちょっと怖い。何がね。そしたらもう向こうの男の友達が5、6人やってきて、うん、なんだよなんだよって乱闘になってって、うん、こっちも4人いるじゃないですか。だから乱闘、でもまたこれ柴田さんとこれあの森脇さんってこれまた血の気の多いところかな。そうです、うん、なんですけど、うん、こっちにはやっぱ森脇さんというのはね、やっぱいろんな経験、元まあそのヤンキーっぽい感じの、うん、もう福知山のちゃんとうまいことうまいこと言葉選んでな、ほん福知山、まあ、福知山でな、はい、口山のやんちゃしてた人やねん。鬼と言われてた。いや、もう、ダメじゃん。鬼はダメだよ、もう。鬼はダメか。鬼って呼ばれちゃもうダメだよ。だからもう、その人がもう、何も、もう、喧嘩とか何もしないです。もう、うん、まあまあ、落ち着けよ。なんだよ。落ち着けよ。なんだよ。うん、落ち着けよ。って、バシって言ったら、シーンってなって、うんうんうん、もう、言葉だけで、その場を制圧したんですね。すごい、すごい、すごい。すごくないですか。ほんで僕はでもその時、うん、もうそんなの関係なく一番落ち着いてない一番落ち着いてないってもう力が抜けちゃって2回目だからで彼女にね話聞いてよ話頼むよっつでも彼女はもう逃げたいからもう話してよっつってでもうその場にいたくないからね一番気まずいもんね一番頼む話だけさせてっつって、うん、でブーツだったんですけど彼女ブーツだけ脱いで裸足のまま歌舞伎町の奥に消えてたんです、うんで僕は本当に小間劇の真ん中の真ん中でプラトーやんプラトーそれはそうなんでだなんでなんだってその光景をずっと奥からはニヤニヤして見てました、はい、それが歌舞伎町事件です、はい、じゃあもう向こうの男は向こうの男でな、はい、だから浮気されてるとも思ってなかったやろうからさそうですねでまあ向こうの人となんかやっぱ話してたらやっぱこう仲良くなるじゃないですかお互いこうなんて言うんでしょうお互い知らなかったわけやからねはい知らなかったから、ねうん、はい、うん、まあちょっとなんか仲間意識みたいなものできたんですけどあの12月の末ぐあ20日ぐらいだったんですけどそっからもう会えなもうなんかもうさすがに別れようと思うじゃないですかそらそらええまあ、怖い怖い怖い、うんうん、普通別れるでしょここ、はい、2回目やしだけど初めて浮気されたから2回目でしょちょっと待って2回目でしょ初めてじゃないじゃない、はいうん、もうちょっと様子見てえっ自分から断ち切ることはできへんねんないやもうほんと先輩からほんとにやめろ会うそりゃそうやろ絶対会うなう、うん、でもなんかもう当時はもうこそっと会って普通に向こうはさどういうスタンスなわけ、はい、例えば、まあ、メールやったらメールで謝ってくるわけ向こうはその時こっちから連絡取ったんこっちもこっちがもう本当暴走したっていうなんでなんだよ、うん、もう本当に、うん、あなんか、うん、なんて言うんでしょう反省してんのかよつってなんか本当に反省してんのかみたいななんか、うんほんだら本当にごめんなさいしか返ってこないからもういいよちょっととりあえず会って話そうよみたいなでそうです、うん、でクリスマスの日にもちょっと会おうよってなってでもさ、うん、なんかその時はねもう友達と用事があるって言って断られたんです、うんうんうん、だから多分向こうの学校の方にやってると思うんですけどおお、はい、っていうのの何回積み重ねで徐々にマインドコントロール解けてた感じですね待ってくれ別にマインドコントロールされてないよ、はあ、自らかけてるんですかねだから自らな、はい、そんな子じゃないって自分で自分に言い聞かしてるうちに、はい、いや本当だからちょっとねよろしくないですよね依存しちゃう感じですよねめちゃくちゃ依存してるじゃな、はあ、すごい勢いやんそうなんですだからそういうのが最初だったので、うん、なんか、うん、いやそういうのがあったらさもう次付き合う時には絶対に浮気しない子とか思うわけじゃん、うん、だからそのなんかこう、うん、
見抜く力というかないんでしょうね。なんかあのなこう DV 受けちゃう子とかあのいわゆるダメな男とかに引っかかっちゃう子は、うん、別れてもまたダメな男に行っちゃうみたいなところがあるのかな、うんうんうん、野田にも。そうです、僕もなんか刺激を求めてるんですかね。なんかあるなんかな、やっぱりそのなんでなんだってこう言いながら、うん、ちょっとどっかであの興奮してる自分がいるのかな。そうなんですよ。ド変態がおった。ド変態や。いやなんか本当に傷ついてるんですけど、うん、心の底でいるんですよ、うん、興奮している自分が。そう、はい、どはい、うん、そうそうです、まあ、結構えぐられてますけどね、うん、はい、でもどっかにあるんですよね。いやそういうの分からん、俺はその浮気されたこととか、まあ、気づいてないだけにしてもないから、はい、俺多分めっちゃ嫌やと思うねんな。いやもう地獄です、本当に地獄ですこう、うんうん、だからもうなんかもう徐々に徐々にもう心の扉も開けなくなりますもんね、うん、そのいや普通は一回バシャって閉めんねんもん、そうなんだ。すごいバシャって閉めて向こうから開けてくんねん。こっちはもうバカになってる。じゃなくてもう全然閉めずにもうずっと見てなんでだー言うて。そう、ね、それがだってもう20年前でしょ、はい、うん、の延長でそのねあのそのあのサンミュージックの方に迷惑かけたってあるんですよ。そのだからもうなんか鬼ヶ島ダメですね、もうなんかネタとかよりそういうスキャンダルでなんかネタを提供してる。今のところ3分の2ダメやもん。はい、ダメですね、うん、そうそう、大河原だけしっかりしてます。大河原がどうなのか全くあの人あんまプライベート見えてきへんからさ。ああ、そうですね。自分からさ浮気したことはない。いや、ね、いや、うん、そのあるなこれあのこれあるなこれ できないタイプなんですけど、うん、その付き合ってて終盤で別れようかなって思った時に1回だけある、うんうん、あるんか。はい、1回だけ、はい、その正直なんやねん。一回そういう風になってそのまま付き合ったんで。あ、その浮気した相手とそのままみたいな。はい、そうです、そうです、そうです。それも長くは続かなかったし、もちろん、はい、だからもう浮気できないタイプなんだなって思いましたね。それで結局その浮気を繰り返されて、まあそのことはまあ別れたわけでしょ。はい。その浮気される以外の終わり方っていうのもあったの今まで。それはあ、でもこの前はあの3年前はあの、うん、あのまあ17個下のえ、じゃあもう20代前半ぐらい。その子、はい、そうです、もう当時もう、まあ、キャバ嬢と付き合ってました。1年ぐらい。いや敷居高いやろ。あ、それも、まあ、キャバで働いてる子って基本さ、まあ、あのお金持ってはるし、はい、ほんでよくお店とかおったらさ、いろんなええもんごちそうしてもらったりとかって、うん、まあ勝手なイメージよ、うん、俺のイメージだけどさ、それをそんなもうお金のない若手が付き合える相手じゃないっしょ。いや、そうなんですけど、なんか出会いはキャバクラじゃなくて、なんかね、小宮と、小宮ちゃんと、あの、うん、高円寺を歩いてたんです。うん、そしたらなんかこう、写真撮ってくださいっていう子がいて、その子すごい可愛かったんです。うん、要はその、小宮のファンと、だと。だから僕はもうなんかこう、よし、じゃあ、僕が、まあ、飲みに行こうみたいな。ちょっとまあでもまあな、まあ、さっきも言うたけど、あの別に独身どうしちゃったら別に何やったもんな、はい、うん、でまあ3人で飲んで、うん、その日はそのまま終わったんです、うん、そしたらコミちゃんがね、あの、うん、僕にも気遣ってくれて、今度はあの友達も連れてきてねっていう感じになったんです。おお、いいじゃんいいじゃん。でその次の時に来た友達と付き合ったんです、うんうん、はいはい、それがキャバ嬢だったっていう、はい、でその小宮とその子は何にもなかった、うん、そのままなくて、うん、おこぼれもらった感じですね。おこぼれ言うな、はい、自分の付き合った相手おこぼれ言う。で、うん、あの付き合ったんですけど、やっぱりね大変でしたね、キャバクラの方は大変でしたね。どういう風に大変やったの。いや、まあ基本振り回されていましたね、なんかね。あと、本当、はい、やっぱ僕が17個上だし、全部ご飯とか出さないといけないじゃないですか。当たり前だろそれは。
だからもう結構ね、なんか焼肉食べたいって言ったら焼肉連れてってあげてとか、なんかその出費が。しかもあの、な、あの若手が行くような安いとこじゃない、うん、な、カッコつけるもんな、はい、そんな。カッコつけちゃって、うん、どんどんやってたんですけど、まあ1年経ったぐらいの時に、うんうん、あの、ちょっとそろそろ現実を見たいっていうことで現実、あの、やっぱその私は彼言葉、はい、結婚したいし、うん、で僕もね、うん、何、やめろとは言えなかったんですよ、そのキャバクラをね、あの、うん、やめろっていうのは飯を食わさないといけないじゃないですか。でもそのやめろっていう言葉は出なくて、それでもちゃんと、うん、現実見たいと、現実見たいから、うん、結婚したけどお前じゃねえとはっきりと、うん、逆にはっきり言ってくれたんで、うん、はい、うん、あなたじゃないと、あ、あ、そうですか、まあ僕じゃないか、お金ないですもんねっつって切ない、切ないですね、切ないな、はい、それで、はい、うん、それはもうちゃんと言ってくれたんでいいですよね、その浮気とかではないじゃないですか、はい、でも浮気じゃないから興奮しないよね。そうですよ、でもそのなんか本当に、うん、本当にめめしい男で、僕もやっぱその、うん、その子がね、あの、うん、インスタグラムとかやってるじゃないですか、もう見なければいいじゃないですか、若い女のに。いや、そら、そら見なければ用事ないでしょ、そんなの。はあ、うん、もう、でもね、うん、お酒入ると見ちゃうんすよ。お酒入ると、何やってんのかな、あ、ちょっと男の影があるな、とか。うん。あ、ちょっとこれは絶対一人でこの店入ってねえな、みたいな。はい、そうです、そうです、うん。絶対こんなご飯、あ、旅行行ってんじゃん、とか。一人で行かないじゃん、行かないじゃん、うん、朝食移さないよねっていう、そうですね、はい、見なければいいのにな。でもまあそれでね、今は新しい恋があるわけやからいいよね。あ、そうですね、はい、うん、ちょっとなんとか、うん、本当にもうその僕もいい年なんでちゃんと考えて、はい、入りはね、入りこそあれですけど、うん、はい、いい人なのでちゃんと、いや、入りは別にいいじゃない。俺、DM なんてこのご時世な、はい、うん。全然悪くないと思うけどね。はい。大体じゃあ、浮気されちゃうわけ。そうです。はい。何なんやろうな、それってな。うん。なんか僕が、もうこうなっちゃうんですよ、うん、多分。ああ。だから安心しちゃうんですよ。あ、安心っていうか、あ、お、私のこと好きなんだなっていうので。もう、どういう心境なんやろう。刺激がなくなってしまう。まあでも、僕がなんかクズみたいな行動してるからじゃないですか。藤井さんってだって結婚って何年前ですっけ、あれ。俺2014年、もう 7年前。ああ、うん、え、それその前は何年お付き合いしたんですか。2年、1年半とか2年とかやったんじゃないかな、出会ってから。そうそうそう。いや、でもまあやっぱりさっき言った年齢的なことはちょっとやっぱりあったよ。その時いくつですか。俺がね、俺は、40ちょいぐらいで、あ、で出会った時も奥さん33とかでさ、うーん、でやっぱりもう向こうも結婚意識してたみたいなことはやっぱり言ってたしね。そうなんですね。うん、やっぱり女性とかはやっぱ30過ぎてそれぐらいになると、まあ人によるんやろうけど、うーん、いやだから、うん、いいなと思いますね、お子さんね、うん、お子さんいるのが本当に羨ましいです。顔が、いや、もうほん、もう最近は中英とちょこちょこなんかご飯とか行くんですけど、あ、そうなんや、うんうん、はい、もう昔の中英と全く違いますね、もう今ね、お子さんのこと溺愛してるから、そうやろうな、もう2歳ぐらいかな、めっちゃ可愛いんですよ、そのいちいち僕に見せてくるんですよ、スマホで。見て、色を覚えたよとか。あのピンクは自信ないから、一回嫁さんの方見てからピンクって言うんだよ、うん、大オレンジはね、元気に言うんだよってすげえ見せてくるんですよ。おもろいな、あの中英が。はい。人の親やからな。はい。昔はね、ライブ会場のね、楽屋でずっとスロットの話しかしてなかったのに。ほんまやん。ずっとそんな話してたやん。うん、ああ、もう今誰にいくら借りるとかな。そうですよね。今、もう本当に溺愛してますね。一方の滝上は大変なことになってたけどな、ほんま。
本当にどんどんあんなクレイジーだったんだって思うぐらいに思って僕その結局滝上は本当もう嫁とも揉めたし相方とも揉めるし結局滝上に問題あるんじゃないほんなら、うん、いやもう、そう、もうそれはもう否みませんね。そうですね、はい、お生まれて初めて行ったお笑いライブが鬼ヶ島 in ワンダーランド、わめっちゃ嬉しい、うん、ありがとうございます。あ、鬼ヶ島これは単独、はい、そうです、ウグイス谷かな、なんかね、うん、でもね、おしゃれだね、なんかね、うん、東京キネマクラブっていうね、なんか小屋なんですけど、週末はね、SM ショーとかやってるようなとこで、はい、だけど雰囲気がいいんですよ、めちゃくちゃよくて、あ、そこで単独ライブやったんです、はい。YouTube とかやってないの？あ、僕、前ちょっとやってたんですけど、今動かしてなくて、ちょっと新しくなんか始めようと思ってやってるんですけど、うん、ちょっとやろうかなと思ってます、なんかしらは。どんだけゴニョゴニョ言うねん。めちゃくちゃゴニョゴニョ言うてるやん、はい、やんないと。だって今3人でそんなに何もやってないやろ今。そうですね、少なくなってますね。このでも今度久しぶりに月曜日に無限大で鬼ヶ島呼んでもらったんですよ、そのお笑いライブ。本当、そう久しぶりに客前でやるから緊張しますね、うん、はい、だって俺も今週事務所ライブ出たけど、それも今年初めての漫才やったもん。そうか、うん、そうだから、いや舞台は立ちたいですよね。そうやな、それはちょっとある。はい、なかなかねこういう機会やからなんかないけど。そうですね、ちょっと YouTube やっぱ俺鬼ヶ島の攻めてるイベント結構好きやったけどな、うん、鬼パーティーとか、うん、やってましたね。そうですね、やりたいですからね、イベント。また事務所のな社員さんがなんかに怒られたでおなじみの鬼パーティー、はい、社長にマジで怒られてる。あ、社長なんや。はい、机だドーンって叩いて、お前らがやってることはただの遊びなんだよっつって、うん、何が鬼パーティーだって。そうそう、うん、でも俺未だに覚えてるけど、あの人生で一番歓声を浴びた時って俺鬼ヶ島のネタやからな。そうですか、うん、俺がやで、俺が。あ、歓声、うん、あの鬼ヶ島が M1 かなんかに出た時に、はい、あの野田の代わりになんかイケメンの若手の子が出てきて3人で漫才をやり始めたら、途中から野田が出てきて、おー、なんでだよみたいな、俺じゃないのかよみたいなのを M1 の予選ではいはい やりましたね。やっと出たやろ。ほんでそれを、そのネタをまた新宿の V1 でやるっていう時に、俺あのその頃大河原と結構飲んでて、でその役を一回藤井さんやってくれませんかって言って、覚えてる、うん、うん、そんで俺が野田の代わりにあのタンクトップ着て、はいはいはい、バーって3人で行って、どうもあの野田って俺やったらギヤーってなって、俺自分のネタで出た時に歓声なんか一回も起こったことないのにギヤーってなって、しばらくこう歓声止むまでちょっと待って、え、どういうことみたいな。ああ、覚えてます、覚えてます。あれが、あの人生で一番浴びた歓声やったわ。いや確かに、あれ覚えてる。異常に受けてましたね。異常に受けたし。いじるね。もう俺、ね、あ、このまま鬼ヶ島に入れてくれへんかなと思った、その時。まあ、嫉妬すら覚えましたよ。そうですね。まあな、ライブやりたいっすね。そうやな。ね。単独とか全然やってないんじゃないの？単独、そうですね。あの前は、コロナ前はて、あの2ヶ月に1回、あのユッティと三遊亭トムとなんかライブやってたんですけどね。あ、そうなんや。はい、じゃあ今、普段何してんの？もう、でも一人の仕事が多いっすね。バッファローロさんのイベントとかよく呼ばれてる。あ、そうですね。関城さんとかそういうイベントとか、うんうん、はい、あと、あの、もう小宮ちゃんの小宮のバーターがありますね。あとそのえ、何それ、そんな仕事？はい、もうあのファンザ動画って、あの、うんうんうん、DMM の、うん、それでさらばの森田と、うん、小宮ちゃんで MC がやってるカチコチ TV っていうのがあって、うん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 、それがうん、スタッフさんが面白い、あのチャック下ろさせてやとか、わかります？ YouTube のごめん、あ、知らないですか？あのチャック下ろさせてやって知ってる人は知ってると思うんですけど、その、大喜利系の、うんうんうん、でも、その、めちゃくちゃ笑える、
あの YouTube? はい、YouTube。YouTube な、コンプライアンス厳しくなってきてるのに、はい、そういうのがあんねやな。その前の、あれかな、うんはい。なんか、ペロペロハウスとかそういうの、なんかね、面白い。いやとんでもねえな、おい。そこのスタッフさんが、今、うん、ノーボッキデートっていう。得意がやってたの？あ、そうです、そうです、そうです。あの、得意さんが MC でめちゃくちゃ面白かったです。それ今見れるのかな、うん、YouTube で。多分見れないと思うな。だけど、異常に面白かったんですけど、そこのスタッフさんなんで。いや、それも聞いてるだけで面白いもんなって。あ、うん、それの、なんかその、エスコート役みたいなんで、うん、あの出させてもらってます、ね。もうじゃああれ、あの、バーとかもやってないってこと？バイト。いや、今はちょっとそうですね。あの、自粛中っていうか、まあ、なかなか難しいですよね。はい。やってないんで、もうなんか、ギリギリの生活で、細々とやってます。はい。やってるね。そうか。はい。いやー、もうちょっと笑いすぎた、俺、ほんまに。すいません、もうなんか、久しぶりにいっぱい話して。いや、もうやっぱ、この感じ思い出したもん。ああ、よく聞いてたと思って、あの、風の舞台の裏のあのベンチのところでよくこの話聞いてたなと思って、はいはいはい、今月はどうなってんのってよく聞いてたな俺、うん、確かにそうですね。もうないのそういう話。もうない、もうないよ、もうないよね、もうないよね。いやもう普通に婚約してて。あったあったあった。翻訳してお金の話かな。はい、そうです。おう、ちょっと改めて聞かせてくれるかな。翻訳してたんです、うん、でそれも、翻訳したっていうのをそれこそ鬼ヶ島 in ワンダーランドでエンディングで、うん、VTR で発表したんです。そのプロポーズの様子を映してめっちゃかっこいいやん、はい、うん、その模様を流したら、うん、誰も声を一つ上げることなくライブが終わったんですけど。ちょっと待って。え、なんかもう本当何の需要もないんだなみたいな感じぐらいの歓声のなさみたいな。いや、だからあれじゃない。まあそれはフォローするわけじゃないけど、はい、やっぱお笑いライブで最後それやるから、うん、なんかちょっとなんか次のコントの振りなのかなとか、ああそうか、ここから何かになるのかなみたいにやっぱみんな思ったんじゃないの。うん、でそれでまあプロポーズ成功して、うんうん、まあ何回か向こうのあちらの家行ってあの挨拶して結婚させてくださいって言ったんですけど、うん、応援はしていますがあなた方の世界はわからないので、うん、基本的には反対ですっていう感じで2回ぐらい断られて、すごく理論的に断られたよな。はい、あ、だけど頑張ればなんとかなるかなと思ってプロポーズから1年ぐらい経って、うん、ちょっと、うん、時が経つとちょっとね向こうもいろいろ思うし僕もどんどんちょっと仕事がなくなっているごめんなさい、うん、なくなっている時で、うん、まあそうですね、その時になんか2人で貯めてたあの引っ越し資金をパチンコで使ってしまったんですね。何をしとるんだよ。ごめんな、あんまりこんな詳しく聞いてもしょうがないけど、いくら万円ぐらい使い込んじゃったの？ 10 万円です。ジャグラーで10万円。いやさ、たかが10万円とはいえどされど10万円ですよ、はい、あなた、はい、結婚資金だよ、はい、うん、それをもう正直に言うしかないって思って伝えたら、うん、やっぱりあちらも凍りますよ。うん、うん、そりゃそうや、はい、うん、そっからもうなかなかこう家一緒に住んでたけどなかなか会う機会も少なくなり。一緒に住んでたのに。はい、そうですね。なんか僕もそれこそ夜なんかもうすれ違いが多くて、うん、なかなか会っても向こうも全然まともに話聞いてくれないしみたいな。で、うん、はい、でその僕のねパチンコで使っちゃったの発言からまあ1ヶ月ぐらい経った時かな、なんか久しぶりに2人でこう笑い合った瞬間があったんです。はい、その時になんか違和感を覚えて、うん、好きな人できたのって聞いたんです急に。そしたら、うん、コクってなって説明。はい、いやもうこれは自分でもなんか なんで分かった、なんかね急に表情が明るくなった。
はい、なんかバーって、え、好きな人とかできたで、持ってきたら、うん、うんってなったんで、うん、でもなんか1ヶ月だけちょっと待ってほしいって言われたんです。え、向こうが、はい、好き、どういうこと、好きな人ができて1ヶ月待ってほしいってどういうことなのこれ。だから今ちょっとそういう状態だから、ちょっとちゃんと考えたいみたいな、あー、整理したいと気持ちを、はい、はい、でも僕はそこではもう1ヶ月も待ったら絶対にそっちに行っちゃうだろうと思ってそこでもう、はい、もう自分からもう別れまよっつって家飛び出して、そのまま和団地行って、ちょっと今日だけ止めさせてくれ外方のとこ行ってんの、ね、で、そうで一晩泊まって、で中英に相談して、中英がねその時いいこと言ってくれましたよ、うん、お前は自らそうやってお金使って、自ら自分でその、うん、十字架を背負っていかないといけないんだよ、うんうん、それをそのたかが彼女が好きな人できたぐらいで、お前は自らその十字架を下ろしたんだよ、うん、いやそれちょっと何言ってるか分かんないもうずっと号泣して、はい、それも本当に、まあ、自分がやったミスなので、うん、ね、ユッティに浮気された事件よりは、まあ、もちろんこんなことしたらこんなことになるなっていうふうには思いましたけど、やっぱり引きずりましたね、はい、もうまたそう別れてからも、もう酔っ払ったらインスタ見たらなんか、いや、インスタ見るなよほんで別れた後に、うん、もうなんかインスタ見てたらね、うん、本当やっぱ鍵があるんですよそりゃそうやん、だって好きな子がいるって言って別れてんからさ、はい、でね、ちょうどね、うん、本当に別れてから本当1年ぐらい経った時にね、うん、写真で100本のバラを持ってね、ほう、人生で最高の日ですっていうふうに100% プロポーズやん、はい、100本のバラですよ、片やパチンコで使っちゃってるやつ10万いやー、とんでもねえなこれ何これ、何この話、すいません本当に、見るなって、だから別れた後の、はい、見ない見ない、うん、そういうのはしないの、その100本のバラ持ってる彼女にさ、 LINE で、あのインスタみたいおめでとうとか送れへんの、それは。いや、それはだ気持ち悪いじゃん。お、そこの感覚はあんねや。それは気持ち悪い。あの、隠れてこそっと見てるっていう、どうだ。いや、どっちも気持ち悪いけどな。その気持ち悪さはどこに向けるかやけどな。いやー、すげえなー。久しぶりにやっぱり聞くとめちゃくちゃ面白いな。すいません、本当に。いい話聞かせてくれてありがとう。はい。終わります。あ、早い。今は何、お酒飲んでんの、はい、はい、いや、ありがとうございました。久しぶりに見たよダルマ、はい、アントリーオールド、はい、美味しいよね、はい、またよかったら出てな、はい、ありがとうございます。普通にありがとうね、飲む感じで喋っちゃった。普通に、おお、まあ、最高やった。ありがとうございます。いや、もうマジで腹筋ちぎれるかもたごめんな、人の不幸を笑ってしまってごめんなさい。いや、とても嬉しいです、はい、というわけで本日のゲストは鬼ヶ島の野田さんでした。ありがとうございました。